愛してます。いつまでもいつまでもいつまでも、あなたが望むと望まざるとにかかわらず。一瞬たりともあなたのことを忘れたことなんてない。あなたの声、あなたの匂い、すべて覚えてる。おい、そこにいるやつ、無粋な立ち聞きをしていると噛み殺されても知らないぞ。お前だよ。ビッチちゃん。まさか悪趣味な覗き魔がビッチちゃんだったとは。少し失望したよ。本当かな。そう、でも聞こえちゃったでしょ、いろいろとさ。やっぱり聞いてたんじゃない。悪い子だね。まったく、ビッチちゃんってば立ち聞きなんてやらしいの。やっぱりお仕置きが必要みたいだね。さてどうしようかな。こんな風に喉元を締め上げながら君の純潔を奪うべきか、それとも君の美味しそうな血を思う存分すするべきか、どうしようかな。さあどうする、ビッチちゃん。君に選ばせてあげるよ。ああごめんよ、ついうっかり殺しちゃうところだったよ。さあビッチちゃん、どっちのメニューにする？そこは吸ってください。この私の汚れた血を存分に吸い尽くしてください。だよ、ほら早く早くしないとご褒美あげないよ。ま、さすがにビッチちゃんにそんなこと聞くのは酷だったかな。今日のところは僕がお仕置きのメニューを決めてあげる。今夜のような夜にはね、僕ら闇の住人は特に喉が渇くんだよ。ひどく渇いてカラカラで
とにかく喉を潤したくてたまらないのさ。どんなにつまらないものの血でも今夜ばかりはうまく思える、そういう夜なんだよ。さて、どこから行こうか。ここだね。やっぱり最初はスタンダードの場所からだよね。この味、いや、そんなバカな偶然だよね。こっちの話だよ。久しぶりのこの味、舌がしびれるよ。ビッチちゃんもどうかな。初めてを失った感想。気持ちよすぎて言葉も出ないみたいだね。いいよ、まだまだ月は出てる。だから君のこともっとゆっくりじっくりもてあそんであげる。はーい、ビッチちゃん。いけない子だね。いつの間に携帯を手に入れたのかな。僕らの力を甘く見ちゃいけないよ、ビッチちゃん。ひどく驚いてるね。さてはその携帯のこと、僕には内緒にしておくつもりだったのか。それは見過ごせないな。
誰に連絡を取ろうとしてたの？まさかビッチちゃんの彼氏の一人？ああ、君を捨てていったパパね。ビッチちゃんがどう思うが、僕にはどうでもいいことだよ。けど、東欧に旅立ってから一度たりとも音沙汰がないのは事実でしょ？何も。ただ一応知っておこうかなと思って君のことは調べさせてもらったよ。僕らの情報網を甘く見ないでよ。それくらいは造作もないことさ。まあ取り立てて面白いと思える情報はなかったけどね。ただの神父ね。なんでもないよ。僕らにとって彼らは小うるさいハエみたいな存在だからね。いいんだよ、哀れな子羊は盲目であれと神様は言っていらっしゃるのさ。その件に関しては僕なんかよりレイジあたりが詳しいかもよ。とにかく僕には興味ないことさ。人間と悪魔の取引なんてあの人に任せておけばいい。ごめんごめん。とにかく僕が興味あるのはビッチちゃん、君のことだけだよ。というわけでこれは僕にちょうだいね。いらないでしょあんなもの。それに残念ながら連絡は取れないよ。知りたい？ビッチちゃんかわいいね。そうやって従順にしているのはとても好感が持てる。ただ少し刺激が足りないかな。まあいい、とりあえず教えてあげるのには条件があるよ。はい、これゆっくりはっきりした声で読んでもらえると嬉しいな。簡単でしょ？僕は他の兄弟たちと違って心が広いからね。これだったら何にもできないおバカさんなビッチちゃんにもできるでしょ？違うでしょビッチちゃん。そこは分かりました。ライト様、バカな私にぜひ読ませてください。これが正解だよ。とにかく君に拒否する権利はないんだからね。さあページをめくって。ああ、ページは178ページの7行目からね。
どうしたの、ピッチちゃん。ひどくなんてないさ。ちゃんと日本語で書いてあるだろう。愛しいパパのことはどうでもいいの？別に意地悪じゃないさ。これは取引だよ。もっと大きな声で。こぼれ？体が熱いよ、ビッチちゃん。もしかしてこれ読んで興奮してきちゃった？ダメ、僕がいいっていうところまで読んでよ。ほら、続きは？無理じゃないでしょ。ほら、しっかり読めよ。ビッチちゃん、どうしたの？おっと、乱暴だな、ビッチちゃん。やれやれ、行っちゃったか。ま、ちょっと生娘には刺激が強すぎたのかもね。おじさんが書いたこの本、悪くないと思うんだけど。でもま、所詮暴流は暴流。くだらないよね。僕は許さないよ。なんだ、お祈りに来たのか。ん？優しいナイト様だと思った？残念、ライト君でした。どうしてって？教えてあげようか。君にはね、見えない見張りがついてるんだよ。
気づかなかった？いついかなる時でも君を監視している僕らの使い魔ってのがいてね、彼らが逐一君の行動を僕に報告する契約になってるのさ。顔が赤いね。見られたらまずいことでもしたのかな。僕は聞いたよ、君が夜一糸まとわぬ姿で入浴中にしてることとか。恥ずかしがらないでよ、僕はさ君の秘密の場所を探ったことだってあるんだ。まだまだこれから知らなくちゃならないことがたくさんあるんだし、それくらいで恥ずかしがらないで。僕はね、本当は使い魔なんかじゃなくて自分自身で君のことをずっと観察していたいくらいなんだ。君は実に興味深い。その体、そしてその体の中に流れる血、なぜか懐かしい味がするんだ。これってどういう意味があると思う？それはできない相談だな、ビッチちゃん。ほら、窓から見えるだろう。そう、今更言うまでもないと思うけど、こういう日はね、特別にうずくんだよ。教会なんて場所はね、こんな日でもない限り、できる限り入りたくない場所なんだ。でも、今日の僕は特別に欲張りだからね。君が欲しい。君を組み敷いて、その血を思う存分すすりたい。僕は知ってるんだよ、君があの夜、そう、僕に血を捧げたあの後に、体中に撒き散らされた僕の感覚、そしてほてりを持て余していたってこと。ちゃんとね、君はそのことを懺悔に来たんでしょ。いけないと思いつつ僕に翻弄されている。僕の言葉に惑わされ気になっていることをさ。認めるんだね。やっぱりビッチちゃんは可愛いな。強がってる様子もドキドキするよ。とにかく僕は今日そんなビッチちゃんを慰めに来たんだよ。声にならない声で叫んでいる本当の君の姿を僕は暴きに来た。素直になりなよ、ビッチちゃん。いや、これはビッチちゃんの本心と言うべきなのかな。あくまでもしらを切るつもりか。まあいいよ。だったら僕はビッチちゃんの体に直接話をするだけだから。君には用はないんだ。僕が用があるのは君の中に隠れてる欲望まみれの女の子さ。こうやって僕に束縛されて身動きが取れない状態でひどいことされたいんだろ。ほら言ってみろよ。前から後ろからされたいですって。ビッチちゃんの欲望まみれの魂は
僕には丸見えなんだからね。今さら隠しても無駄だよ。認めるんだ。やっぱりそうだと思ったよ。インラン。とりあえず君を素直にさせる方法を試してみるしかないか。こうやって。そんなこと言って、気持ちよくなってきてるくせに、僕も舌先がしびれてきた。もっと僕といいことしようよ。こんなところでこんな姿、君に天罰が与えられるかもね。ゾクゾクするだろう。そういうもんだよね、いけないことをする快感。特に君は強そうだ。もっとちょうだい、君の愛の証、この僕が吸い尽くしてみせるよ。これで文句はありませんね。あなた方の要求は満たされたはずです。今のところはな。けれどこれで奴らがどう変わっていくか、それは少し見守らねば。そもそもあの娘の血に特別な力があるのかも今のところはわからない。その点はご心配なく、あの娘には特別な能力がある。それはあなたのご子息が身をもって体験するはず。楽しみにしておくよ。我が一族の繁栄のためにな。さあ息子たちよ、私を殺しに来い。